はい皆さん、こんばんは。1週間終わりましたね。はい、ではね、まず日経平均、えー、大体3万7900円、はい。もう少しで3万8000円復活というところだったんですけど、えー、一番、えー、底値を抜けてきたというふうに見えています。はいまあ、1週間で大体900円。900円上がってますね。チャートで言うと、えー、こんな感じですね。はい 一番そこっていうのが、まあ先,先週の金曜日、1週間前ですね、1週間前です。はい、ですから今週の、えー、月曜日から上げ始めて、はいでこの火曜日、私20う、4月23日、えー、でちょっと動画を上げたと思いますけれども、ここで再投資を始めてます。はい、一番下で始めるってな,なかなかね、 当初あのー、新しく、ね、株を買うというのはね、難しい時期なんですけど、はい、一番下を見つけるって難しくて、えー、回復した兆しを見えたのが、えーまあ、この、ね、月、火のチャートを見て、火曜日に2社ほど買ってます、えー、300株ずつなので、600株買い始めて、で水曜日、結構上がったんで、あ、あのー、成功したなと。 あのね、投資に成功したなと思ったんですけど、木曜日に下げて、今日また少し上げました。はい、で、1週間で大体ね、終わり今週今日終わりで、えー、1週間で900円ほど上げてます。はい、じゃあ、どんな銘柄ね、で、いくらぐらい私はあの収益を増やしたかっていうと、おおむね、まあ九百円、日経平均は900円上げるんですから、その300倍、で27万。 上がってるといいかなと言ったんですけど、思ったんですけど、私はね、37万上げてます。はい。で、だ投資に成功したというところですね。再投資に成功してます。はい。じゃあ、従来持ってるね株はどんな感じだったのかというと、えー、このオリエンタルランド。はい。えー、今日のね、えー、結果、今日はね、1日で48円上がって1%。 えー、上げてますけど、まあ、中間の、えー、水曜日ではだいぶ上げてたんでね、あのー、それほどね、えー、1週間では上がってないです。本当に横ばい、結果、横ばい的な横ばいですね、増えてはいないような感じで終わってます。はいまあ、この辺はいいですかね。で、イオン、北海道は、かえって下がってるんですよね。はい、内需銘柄でありながら、えーまあ、スーパーマーケットなんですね。 スーパーマーケットなんで、やっぱりね、内需の場合ね、インフレ、デフレの影響があります。でデフレだとね、これ内需銘柄って上がるんですけど、インフレ傾向に今ありますので、あのそんなにね、業績が伸びなかったのかなと、えー、言えます。はいただね、内需の場合は、そんなにね、乱高下しないのがメリットなんですね。あのー、まあ、なんでしょう、デメリットでもあるんですけど、 あんまりね大きく上がったり下がったりしないですね。でイオンっていうと、やっぱり、ね、スーパーの最大手になるので、えー、売上がはそんなに、ね、大きく変わらないです。ただし、あのえーとねえー、インフレ、今、なってますよね。特にあの、えー、為替について、だ輸入品が多いものっていうのは、えー、なんだろう、株価が下,あの下がりやすいんですねで。輸出については上がりやすい。 で、えーと、内需メーカーのものね、こういったインフレ、あのスーパーマーケットとか、えー、というのはですね、そんなにね、あのさ下がった上あったりしないんです、しないんで、あれなんですまあその通りですね。で、えー、少し下げたような傾向に今なってますので、えー、これ、これから期待できるかっていうと、そんなに期待できないんで、まあ、あのー、貯金、 まあ貯金のつもりでやっていただければと思います。まあ配当がね、えー、配当というか、優待とかね、その辺がいいわけなんで、で日本、北海道の場合は商品券が来ますので、えー、それで買い物の時に使っていたい使って、えー、いるような形を取ってます。はい、次に、えー、内需銘柄松、松屋フーズですね。えー、これは牛丼屋さん。これはあげましたね、かなりあげました。はいこれ内需銘柄。 で、えーとね、これはね、内需銘柄で、今年はね、まだ決算来てないんですけど、決算発表もうすぐなんですけど、あの先月決先月ね、えー、1ヶ月早く決算終わっている、まあ、なんだ、吉野家さんの影響を受けて、先週は結構下げたんですけど、まだ決算発表してない松屋さんは、えー、それにつられてね、同じ業,業界なんで、さあのー、影響を受けやすいんですね。で 今週は結構そこから回復してきたというイメージです。はい、で続いて、日本マクドナルド。はいえー、これは、ね、横,ばい横ばいでした。はい、あんまりね、えー、外食産業の中でも日本マクドナルドあんまりね、ほの,他の、えー、メーカーに影響を受けにくい。はいでえー、これは、ね、配当がほとんどなくて、優待1本のものなんですね。これは根強い人気。 強い人気であんまり暴落することはない。ゆっくりとね、あの上がるタイプですね、えー。長期間で見ると、1ヶ月単位の中で見ると、えー、避けることが今までほとんどなかったメーカーです、はい。だからこれはね、ずっと持ち続けようと思ってますね。はい続いて、ブックオフホールディングス。これは内需で、えー、古本とかえっ、ー、と中古ソフトとかね、ゲームのね、 えー、なので、なんだあの、うん、同じものをね取り合う銘柄なんですね。はい、ブックオフホールディングス、ね、中古品扱いですね。でえー、ここは、ねえーとね、本当はこれから良くなると思います。なぜかというとこ、ね、ころね4月4月入社、新生活をする人が結構ねこれからね買い物するんですよ。えー、初任給 えー、25日から,もら皆さんもらったと思いますね。それからボーナス、初ボーナスとかね。ということで、えー、何もなかった部屋、引っ越してきて、社会人になって、まあ、東京や大阪などで新生活を送ってる人たちが多いと思います。で、えー、そこで、えーね、初任給とかがあると、その生活に必要なものを買ったりとかしますね。あんまりね、あの派手な食事とかはしたりとかしないと思うんですね。 はいで、えー、こういったその新生活に向くような銘柄が、えー、このしばらく、えー、少しいい形になると思いますので、この辺ちょっと期待したいと思います。はい、続いてソフトバンク、大きく上げましたね、はい上げてます。結構ね、あの下がっちゃったんですよね、だいぶね、これがね結構反発します。で、あの高ソフトバンクには戦果持ってますので、えー、結構ね、私の結果に影響を与えてくれてます。はい これね、2000まで行ったことがあるので、まだまだね、伸びてくると思います。で、決算発表がやっぱりね、3月決算の,の会社ですから、これは期待していいと思います。はい。はい、でこれはね、あのー、今買っても、た分勝てると思いますね。NISA 銘柄として有名なところで、えー、後輩当銘柄、はいえー。これはね、おすすめかな。今まで、今日紹介した中では、おすすめの銘柄だと思います。 で上場して6年ぐらいになるかな、はい。ちょっとシャートで。はい。コロナの時に一旦ね、下げました。ここで私集中的に買いましたね。はい。で、えー、それから結構上げて、今一旦落ちてますね。はい。これ、チャンスじゃないですかね。はい。えー、1970。これ2000超えましたからね、一旦ね。だからこれがね、あの、まだ1900円以下だっていうことは、 えー、これから買いだと思います。はいえー、と今すぐねあの、結果が出る会社ではないんですけどね。で吉野家ホールディングス、先週結構下げて、今週は、えー、ジグザグして、えーまあ、最終的には良、ね、かったというところですね。はい、今日はね、えー、吉野家食べてみました。はい、美いしいですねで。あとサイゼリア サイゼリアも業績がちょっと悪かったんですね。で、のキロキロ問題。でも、これも回復すると思います。はい。で、そこをつけたと思います。そこをつけたのが、なんと、昨日。昨日ですね。まあ、これは読み,読み取れなかったんですね。はい、もう、あの、24までにあのし仕込まないとダメですよという動画を上げていたんですけれども、えー、もう一日中ちょっとさ、ちょっと下がった感じだったですね。はい。サイゼリア。 えー、これはあんまりおすすめはしてません。はい。えー、直近ではね。えー、ただ、あのー、えー、また、あ、様子を見ながらね、この辺はやったほうがいいといす。今ちょっと慌てて変わらない方がいいかな。はい、で、日本ハウジングさんは、うん、なんとも言えないかな。はい。あの横ばいですね。で、全勝ホールディングス。はい。えー、これは少し上げてます。はい。 えー、これはもう外食産業内需銘柄ですね。で、えー、これはねうーん、いい結果が出ると思いますね。はい、決算ね。だから今、仕込んだ方がいいかな。ただちょっと高いんでね、だいぶ上げたんで、全社ホールディングスはでも一時ね、8000円ぐらいいきましたから、まだまだ上がることは上がると思います。はい。決算次第ですね。はい 多分いい決算が出ると思いますけど、目立った形ではないかな。はい。えー、次に、えー、日本取引所グループ。これは横ばいでした。うん、ホットランド。えっ、ー、と、今日は下げましたけど、えー、株価上がってますで。外食産業でもこれはね、あのー、観光地などでよく売れる、えー、もの、たこ焼きですね。で、しかも大阪あに東京の銀だこなんですね。 えー、この辺はね、あのー、これから大阪万博とか、えー、で、業績が伸びていくと思いますので、えー、これはいいんじゃないかな、はい。ただね、配当も優待も、あの、あんまり良くない。優待券あるんですけど、そんなにね、たくさんたこ焼きが食べれるわけではないので、えー、時々食べたい人にはいいかもしれない。がっつり食べる人にはね、あ,のあんまり向いてないから。はい。で、スカイラークホールディングス。えー、だいぶ上げましたね。 ジグザグしましたけど、最終的には結構上がってます。はいこれは多分ね、あのこれからもまだまだ増えると思います。ただ今、今だって感じじゃないけどね。はい、で、イオン。でイオン、北海道と違ってちょっと上げてますね。あの今日は下がりましたけど。はいうん、どれもね、乱高下した感じだな。で、日産自動車、はい。これも横ばいでした。 サムティ、サムティね、あげてますね。あげてますね、これね。はい。うん、ちょっとこれね買う、買う、買うタイミングですね。これはね、買っていいと思う。今日今日も結構あげましたけど、うん。はい。えー、昨日買っとくといいかなって感じだったけどね。はい。えー、これはね、いいかな。本当にサムティはね。えー、東京個別指導学園。これはあんまり良くないです。はい。えー、AOKI h o l d 横ばいですね。 はいほぼ横ばい。JT。JT 伸ばしましたね、だいぶね。はいやっぱり NISA。n i s の影響があって、後輩同盟柄ね。はいニーサの影響があって、人気は高いですね。はい、でも将来性はないけどね。タバコって今、金融ブームだから、ね。将来性はないけれども、絶対に赤字にならない会社の一つですね。はい、あの株価を独占企業で、その業界で、あの勝手にき、あの 商品の値段を変えることができるんで。はい、で、日本郵政あの、これ伸びましたね。すごくいい。ね、この JT や日本郵政、あの旧ね、国営企業。この辺はね、安心して買っていいんじゃないかなと思いますね。今でも買っていいと思います。はい、特にこの日本郵政はあのー、安いですからね。投資しやすさがある。はい、で、S&P500。これ、良かったね。これね。すごいい,いんだ。ね。 あのー、結構、アメリカでもね、インフレが進んでて、えー、金利を下げない、もしかしたら上げんじゃねえかっていうような状況の中で、あのこれ、あの米国金利が上がると、えー、S&P500 の業,、あのー、業績下がるんですよ、ねあのなんていうかな、えー、株買わないで定期予期した方がいいだろうとか、ね、国債買った方がいいだろうという、安定、ねあのー、なんだ。 えー、元本が下がらないメーカーに皆さん、資金動きますね、そういう場合ね、でそれでもこれ、上げてきてるんで、えー、やっぱりね、人気を示してますね、S&P500、アメリカ強いですね、うん、これはね、いいね、本当にね。こに、350円ぐらいで買ったんですよね、はい、結構で、ゆっくりと上げてて、ね、今買ってもいいかなってところですね。 ETF 銘柄。はい。おすすめですよ、これ。S&P 500。はい。で、マリモ。これ横、横ばい四国銀行、上げてきましたね。銀行銘柄。上げてきてる。うん。銀行銘柄が今、良くなってるんですよね。ただ、金利は上がんないんですよ。はい。日銀政策発表では。ただ、えー、あれだよね。えー、円安。それの政策の方がちょっと。 心配ですよね。はい。為替介入、たぶんしますよ。だから、えっ、ー、とね、えー、だと言ってね、銀行がいいかっていうと、うん、あのー、為替介入し、に人事がやってくれるんだったら、銀行は安心な部分があるんで、それで買われてる感じがしますね。はい。ただこの、あの株価が上がるのは、これ、あんまり長続きしない気がします。うん。で、次のおすすめが、任天堂はい。本当におすすめの任天堂ですね、これね。 これ今日上げてくれた3.24%、はいね、超大物銘柄ですね。はい、一番最初オリエンタリーランドやりましたけど、ニンテンドーこれはね大物銘柄なんではい、えー、これだけ上げてるってことは来週全体が上がる可能性がすっごく高いですね。はい、ニンテンドー、えー、そうね昨日買っとくとよかったんだなこれね1日でね,ね2万5000円、ねえー、上がってますから うん、昨日か追加で買っといた方が良かったかもしれないですね。でまだまだ上がる。でこれね、って800円以上まで行ったことがありますから。うん、でちなみに600、えー、6000 6 0円で買ってるんで、まあ、60万で買って、えー、今あ16万ほど買ってるってことですね、はいえー。これはおすすめです。はい、ただね、ちょっと、えー、投資資金が必要なので、ちょっと厳しいですね。はいこうコーレーション上がってます。ゼネコン上がってますよね。はい、ここのところ。 もうあの建設業自体が全部いいです。はい、でどこかってもいいんですけど、えー、まあ、えー、安定め、ねあのあんまり乱焦げしない、建設の株の中でも乱高下しない、長谷川コーポレーション、それでも上がっているんですねで。トヨタ、トヨタは下げてます。トヨタ下げている、えー。ただね、トヨタは、ね、あの年間1000万台以上製造しましたね。これってすごい 1>, 1年間で1000万台ですよ、はいねえ。東京都の人口の分だけ作ったって感じですよね。すごいな。はい、ただね、あのー、本当は1050万台10 50万台の目標のところ一1000万台で止まってるってことで、トヨタ自体もまだまだねあのーえー、目標に達成していないようなこと言ってますけど、ただ過去最高の車の製造台数、うん、ですね。 えっと三菱車買ったんでね、あれなんですけど、えーね、やっぱりトヨタ安定ですよね。で、ちょっと話逸れちゃいますけど、あの三菱車買ったのはいいんだけど、なかなかね、車庫がね、えー、借りようかなと思って、大阪で探してみたんですけど、なかなかね、トヨタ企画のものが多いので、意外とね、あの車庫探すの今、苦労してます、やっぱり買うんだったらトヨタだったのかなという気がします。 思うんですけどそこはそこでね、楽しくない部分もあるんで、やっぱりね、うん、楽しさを求めるんだったら、トヨタ以外の車買った方がいいですね。はい。本当に生活の必需品とか、仕事での必需品っていうんだったら、トヨタ車はいいんでしょうけどね。はい。えー、ということでね、えー、トヨタは、えー、今週は下げてますけど、えー、これからねあ、上がる。絶対に上がる。来年も上がるといったところですね。 で続いて特殊用業これ下げました、うん、で後輩糖銘柄、はい、でトヨタの紙に連動する銘柄ですね NGK あのスパークプラグの銘柄ですねはい世界の75%がこの日本特殊用業 NGK と書かれている、えー、商品を使っています、うん、であの独占的でで他の、ね、メーカーあるんですけどチャンピオンとかあのー、あるんですけどやはりね NGK あの安い、安いですよね、基本的に、安い、だから、あのついつい NGK 以外は買わないですね、絶対に、性能もいいし、うんはい、車のことを考えると NGK になっちゃうんで、それで、えー、株価は、えー、と強いですね、はいえ、トヨタ以上に、トヨタの株に、この見てのとおりに似てるでしょで、連動するんですけど、トヨタ以上にあの業績が安定している。 ていでしょうトヨタも、ね、1000万台製造するんだから安定してるんですけどね。はいこれ、このトヨタと日本特殊用業、この2社、買いですよ。今、買い、はいで。特に日本特殊業は業、高配当なんで、当然、優待はないんでね、あれなんですけど、これ、特にいいですね。で50万必要なんで、ちょっと、あのー、資金力が必要なんですけどね。はい、で次に、リート、一、えー、号オフィス、リート投資法人下げましたね。 うん、これは、まあ、後配当銘柄で、えー、なんですけど、えー、株と同じように証券会社で買えるということ。はい。うん。これはね、おすすめです。はい。リートおすすめ。はい。これもしかして、配当の権利確定日だったのかなもしかしたら。はい。第二営業日前ということで、はい。来週、そうか。 もしかして、配定の確定日だったかもしれません。だから業界とかん、あの業績と関係ないですね。リートっていうのはあんまりね、業績って発表してくれてるんですけど、えー、あんまり、なんだろう、えー、みんな業績がいい,いいんで、あんまり気にしなくていいと思います。はい、これはね、えー、今、落ちたところで今、買った方が、これから配,、ね、配当日、次の配当日に向け,向けて上がってきますんで、えー、買いの時期ですね。はい 一ちオフィス、リート投資法人、これ買いです。はい、おすすめ。で、続いて、西松建設。ゼネコン全部上がってるって言いましたけど、今日、すごい羽が上がっ,ああああっ,ああってるのはこの日本ああ、西松建設ね。はい、4%増ですよ、これ。はい。で、過去にね、あのストップ安になったことのある銘柄。はい。ですが、西松建設。だから私が今まで言ってきた通り、西松建設ね、要は、 22年度がすごく悪かったんで、あのー、あれなんですけど、びっくりしましたけど、はい、その時買ってるんですね。で、23年度、えー、業績いいです。はい。で、結果がもう出ます。はい。こう、えっ、ー、と、で、高決算になると思います。はい。それで今買われてるんですね。で、えー、後輩党銘柄でもあるんですね。西松建設ね。はい。で、まあ、寄り付いているんですね。もうちょっとね、 えー、今日の朝に買ってればよかったんですけど、えー、5波から爆発的に上がってます。ゼ、は、ネ、い、コン銘柄ねもう、もしかしたらもう遅いかもしれないですね。この辺はあおすすめ銘柄にならない。NTT 下げてますね。これ170円より下がると買いです。えー、買うチャンスですね、NTT。続いて、えーとお、不動産銘柄。 えー、東急不動産ホーです。これは横ばい。結果の横ばいだったです、はいで。ヒューリック。これを買いました。これを買いました。はい、でかあのヒューリックね、追加で増資しました。もともと300株持っててで、もう300株買いました。が、えっ、ー、とね、23日に買ってるんで、マイナスです。はい、マイナスです。はい、えー、ちょっと残念。 でしたこれ3月決算なんで、えー、っとね、あ、じゃあ12月決算か。これ12月決算なんで、えー、っと、確定があの3月と12月で来るから、うん。えー、権利確定とは影響はないんですけどね、はい。これは後輩当銘柄で NISA で買われる人がいるんだったら、 えー、今、買いに来てます、はいえー。ちょっと、あの早まっ、ね、見余っちゃったかな。早めに買ってしまったっていうところですね。その辺があ残念でならないんですけど、まあた,ただね、50円ぐらいのさ、50円ってことは、5000円のサ倍1万5000円損してますね、はいえー。45万のうち1万いくらちょっと損してますけど、まあ、多分ね、えー、これから上げ始めてくると思うんで、 1>, えー、1ヶ月もしたら多分プラスになると思います。はい、これはね,な、えー、とね、ずっと上がってきてるんで、ヒューリックこれ買いですよ。今、そこをつけてる。穴、は、吹、い、コースさん、ゼネコン銘柄、はいえー。これは上がってますね。はい、もうちょっとこれ、ね、ゼネコン銘柄手出さないほうがいいです。続いて、えー、能率。はいえー、これ、ゼネコン銘柄に連動するんですけど、えー、ここは横ばいでしたね。 だから、えっ、ー、とね、今週中盤で買いだったかなってところですね。で、ヤマハ。ヤマハですね。これ23日に買いました。ちょっと下がっちゃいました。はい。えー、でも下げはね、そんなに大きくないです。下げはそんなに大きくない。えーと、10円以下。まあ、10円だとすると300株なんで、えー、3000円ですね。まあ、 これは耐えてればね、えー、待ってれば戻ってきます。はい、まあこれ買いです。はい、で、JFE、えー、JFE 下げてますね、はい。これはね、やめた方がいい。えっ、ー、と、アメリカの方で、えー、鉄鋼の会社の、えー、M&A がなんかあったのかな。あただ、アメリカ政府としてはそういう反対してるんで、えー、もしかしたら M&A 失敗するかもしれません。はい、ですので、ここはちょっとね、 えー、鉄鋼銘柄は様子見た方がいいです、はい。武田薬品工業、下げてますね。うん、これは例の小林,小林薬品ですか例の,あの紅麹工事問題の連あのを受けてます、はい。ですからね、その会社と全く関係ないので、ただや、えー、製薬品、ね、薬品業界は、えー、製薬会社は全般的に下げてますので、これはね、買いだと思いますよ。はいはい、これ買っておいた方がいいでしょう。 ただ、えー、まあと特別をねあのおすすめするようなことはないと思います。はい、ベニュー工事問題の解決って、まあね医薬品ってねやっぱりね、あのー、安心して、ね、安心できないとやはり、ね、株価下げますから、あのー、しばらくねあの、えー、停滞すると思います。今はちょっとや様子見というところですね。はい、では米国債、うん。ここはねえー アメリカの金利が下げると、これが上がってきます。はい、FRB はまだ下げる状態じゃないので、うん、これはやめといた方がいいでしょう。あの逆に手締まいしたいぐらいです。はい、では、振り返ります、えーとねえー。良かった点、悪かった点というよりかは、これから買った方がいいだろうという銘からですね、いくつか紹介しました。はい、ちょっと戻ります 食品はね、あんまり良くないですね。はい。あの上が、上がっちゃったんで、もう買わない方がいいでしょう。で、えっとね、ソフトバンク。ちょっとね、えー、チャートが出ないな。はい。ソフトバンクは買いだと思います。今買っといたほうがいいでしょう。はい。ちょっと出ないですね。ええー、ちょっとチャートいいかな。ね、チャートはい。 今日もね、全般的にすごく上がってるんですよね。今日一日で17万利益が,あの、ね、利益が,上がっ増えてます。はい。で、その中で、えっ、ー、とね、ちょっと出ないかな。はい。スカイラークはね、あのー、買った方がいいと思います。はい。これから、優待で楽しいです、えー。で、サムティ、ちょっとグラフは出ないんですけど、 サムティは今日結構上げてます。1%以上上昇してます。サムティがおすすめ。はい、S&P500、うん。今日は結構上げてますけど、まだまだね、上げてきます。アメリカ状態すごくいいですね。ニンテンド。ニンテンド,ーニンテンドーですね。ニンテンドー、はい。これは買いです。はい、えーとね。 日本特殊用業、うん。これは買いですね、はい。今週買い銘柄はおすすめ銘柄が多いですね。はいで、ヒューリック、はい、ヤマハ発動機がいいです。はい、以上、えー、おすすめ銘柄。ちょっとね、ちょっと出ないですね、グラフ反応がね。すいませんね、グラフ出が悪くて、はい。はい。特殊用業ですね。さっきの次、特殊用業。えー今日 上げてますけど、そんなに上がってない。だから買いです。特にね。はい。えー、と、それからヒューリックね。ヒューリック上げてきてます。2.67%。そこをつけたと思います。あヤマハ発動機。今日下げましたけど、下げましたけど、えーっと、まだまだ勢いがある今、勢いになる企業ですね、ヤマハね。はい。というところですね。はい。ではね、えっと、全般を、グラフを確認していきます。はい。ではね、えっと、全 全合計を確認していきますと、えー、今現在千、ね、1930万というのが、年、えー、ですね。で、おおむね、おおむねね、えー、先月終わりに対して、あと32万ぐらいですかね、はい、えー、最高値に対して、えー、そうですね、先週終わりで60万ぐらいと言ってたんですけども、えー、あともう少しです。 あと,30万あと30万ですね、今週だいぶ本当、えー、回復して、えー、増資もしました、はいはい、増資もしましたし、うん、であとこの銘柄、あこのね、えー、投資結果以外に、実は持ち株会とい,いうのをやっていて、これは持ち株会の場合ね、あの株価はちょっとあの出せないんですけど、大体180万ぐらい持ってますので、えー、現在、えー、投資資金としては2110、えー、万ぐらいです。 2110万、はい、で、えー、最高がね2130万だったので20万で大体今25万、今月給料日があったんで、えー、増資してますので、大体あともう50万から60万ぐらいですね、あ50万もないか、ね、えー、最高値に対して、えー、まだまだ下落してますので、過去最高値ですよ、だからまあ今でも相当ねいいんですけど、えー、いいんですけども、えー 過去最高値に比べると、えー、あと50万ぐらい増えてくれるくれればなーっていうか、そうすると右肩、まあ、上がりを実感できるところですね。はい今月だけは、今月、私、年し,して初めてね、えー、初めてというか、えー、過去6年間ぐらいのデータでは、初めて下げます。初めてね、あと2日間あるんで、これを。 えー、あとですね、えー、この投資口座で30万回復してくれれば、えー、トントンになってくれます、はいまあ。車買っちゃって支払いも全部済みました。終わっちゃったんで、まああのー、なんだろう、えー。増えてくれているには確かですね。はい、だかただで車、手に入れたような感じになっちゃうんですけど、これがもしね、あと30万、あと2日上がってくれればね。 あのー、多分ね、30万まではいかないけど、それにだいぶ近づいて上がってくると思いますね、はい、なぜかっていうと、決算発表がこれからどんどん来ます、もうあの今買わなきゃっていうのが、もう、えー、っとね、えー、いう状況になってますね、国内がね。はい、今買っておけば決算発表に乗せて、えーねあの、財産が増えるという人が、絶対今、 多い状態になってますましては給料日を超えましたので、はいえー、もうはね一番底値をす過ぎる過ぎてしまったというような感がありますので、えー、多分ね、えー、今日より足あの週明け今週か来週の方があのー、爆発的に上がる気がします、はい、はい。まああの投資は自己責任でお願いします今はね先ほど言った紹介した銘柄をもし者買った方が あの勝つ可能性が私は高いと思ってますし、はい、ただ、あのねそれはねあの皆さん自己責任でやってください。はい、では、今週はね結構ね増えましたね、先ほど言いましたとりね、えー、1週間で、えーねえー、38万増えました、1週間で。うん、来週もねそのぐらいにな,なると思います。だから、えー、とね過去、えー、最高値に戻るという見込みかなというところですね。 では、今週の投資結果報告でした。ででは以上です。